はい、皆さんこんばんは。今日の松代は日中だいぶ暖かかったんですかね、雨模様の一日でした。今になってちょっと気温が下がってきて、雪がちらほらと回っているような状況ですけども、まだまだ春は遠からずといった感じであります。そんな中でありますけども、今日は住民自治協議会の新交通システム祭りくり研究会の内山邦夫さんをお迎えしてお話をお聞きしていきたいと、こんなふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。内山さんは、この研究会の幹事長をお務めいただいて、いろいろご苦労なさっていただいておるわけですけれども、この研究会も一昨年の秋に発足いたしまして、第1回目に会長の北原さんにお話をいただきまして、今回第2弾ということで、今日までの経過、それからこれからの展望等についてお話をしていただきたいと、こんなふうによろしくお願いしたいと思います。皆さんこんばんは、内山邦夫でございます。今片桐さんからお話ありました。実は一昨年の9月25日に住民自治協議会、松代住民自治協議会の中に新交通システム町づくり研究会を設置したわけですけれども、一番大きな理由は、平成24年3月に長野電鉄八代線が廃止になってしまいました。したがって鉄道の空白地域に松代になってしまいました。松代はこれからこんなことでいいんかということで、八代線廃止を踏まえて松代地区住民自治協議会で松代地区振興計画書を作りました。その中に公共交通についての松代の将来展望、長野のことも含めた将来展望を取り組んでいきたいということで、スタートした次第であります。それでその時にですね、一番これが基本になっているということですね。この内容というのは詳しくこの書かれておるんですけど、ちょっとこれに触れていただきたいと思うんですけども、はい、平成26年3月に、松代地区振興計画書ができたわけでありますが、実は八代線が平成24年3月に廃止になりましたけども、電鉄の時代には松代、須坂、篠ノ井間の乗車数が50万にいたんですよ。ところが廃止になって廃止代替バスに切り替わりました。現在乗車数は24万人です。いかに電車と路線バスの質の違い、公共交通のサービスの違いが分かるわけであります。50万人が24万人になってしまったと、こういうこの公共交通があるんかということで、我々真っ白でこの問題について情報発信をしていきたいということで、もちろんこの廃止代替バスについてもこれから取り上げますけども、できたら私たちは須坂、松代、八代間については今の廃止された 24.4 キロの、線路のところにバス専用レーン、BRT を新設していきたいと、こんなことで取り組みをしようとしております。はい、そういうことでね、この会が発足したわけですけれども、まず全体から言ってですね、長野市の第5次の総合計画の策定、これについてから入っていきたいと思いますけれども、このご説明を一つお願いします。時間の関係で簡単にお話をしたいと思っておりますが、長野市では10年単位で総合計画を作ってるんです。それで、今、平成29年度から10カ年計画で第5次長野市総合計画を今現在平成28年度は策定中です。そのところに私たち松代地区の公共交通では多角新連携を目指したコンパクトな町づくりという、ちょっと難しい言葉ですけれども、多角新連携を目指したコンパクトな町づくりの推進を引き続き進めてもらいたいと、こういうことで長野市に要望しております。はい、
それもマスタープランの中に入っているわけですね。また別ですね。とは、これとはまた別なんですね。そうですね。いや、それについて、はい、じゃあ、はい、入っていきたいと思うんですけど、海底都市計画マスタープラン、これは先ほどの総合計画は10年計画ですが、都市計画マスタープランというのは20年計画なんですよ。20年ね。でスタートはやっぱりこの総合計画と同じに平成29年度からスタートします。したがって現在平成28年度はマスタープランについても策定中と。でそこへ我々松代地区住民自治協議会交通の関係の我々は特に篠ノ井松代間なりこの大きな市街地間市街地間に公共交通事故をきちんと敷きなさいと。松代篠ノ井とかそれからその松代長野とか、松代津坂松代社と千曲市とこういうことで市街地間の公共交通のための都市計画マスタープランを提案しているところです。それがマスタープランですね。はい。次にこの快適に暮らし、活動できるコンパクトな長野を進めるべき、政策ということですけれども、はい、これについては、はい、高度経済成長以来車社会モータリゼーションの社会になってその結果どうなったかというと真っ白に例にとれば小売店が500件から今132件に減り、人口も特に松代中央地区は、50年間で6割になってしまったと。要するに市街地の拡散をしてしまったんで、これをなんとかこの元のコンパクトな元っていうかコンパクトなまとまった市街地にしていこうというのが松代だけでなく全国的にも特に長野市では 松代篠ノ井みたいなところはその旧市街地をなんとかコンパクトにしていこうということで、それには便利な安い公共交通を確立していくということの、そのための公共交通ということです。はい、はい、そういうお話でございますが、その次にですね、一番今日のポイントとなるところですけれども、新交通システムというのは公共交通ネットワークの位置づけということで掲げましたけれども、特に具体的にはね、真っ白住民事協議会で、公共交通用具の再編の提案ということで、ね、これ出されておるようですけれども、そのうちの一つ、廃止代替バスの路線新設について、これについてご説明いただきたいと思うんですが、さっき少し申し上げましたけれども、長野市内の中で最も市街地が大きいのは篠ノ井町の地区と、それから観光も含めて真っ白地区なんですよ。ところが現在、松代篠ノ井間のバスは1日 3.5 往復7便ですかね、で1便あたり5人しか乗ってないと。で年間長野市では約700万くらい補助金出してるんです。それでも、年間に700万も補助金出して1便に5人しか乗らないと。こういうことでは、松代篠ノ井間の活性化経済活動はなかなかうまくいかねえということで、松代篠ノ井間にグルリンゴを走らせようということで、これ篠ノ井地区の皆さんと一緒に、松代大橋と、赤坂橋と、岩の橋を含めてグルリンゴにしていきたいという提案をしております。はい、今図面でもってちょっとこう、見ていただいたんですけども、次に、もう金井山線の路線変更について、はい、これについても具体的にお話しいただきたいと思います。簡単に申し上げますと、はい、図面がございますけど、松代金井山長野のバス路線を、松代金井山岩の橋関崎橋、経由で長野市と、ね、現在は高速橋経由で長野行ってますが、関崎橋経由で長野行きたいと。その理由はその寺尾地区の要望ですが、押島田、牧島、大室の皆さん方も合わせて町川田の皆さんも関崎市橋周りで、長野に行きたいという声を生かしていきたいと。それには江北の住民自治協議会の皆さん方とこれから議論をしていきたいなと思っています。はい、
本当にあの真っ白寺尾大室ですね、これが、まあ、うん、矢代線の代替バスは通ってるんですけども、まあ、空白地帯みたいな感じですね。長野行くにはやはりどっち、ね、津田行くか、真っ白行くか、そうです、もう攻撃していかなきゃならないんで、うん、その面についてですね、今度まあ改善していきたい、うん、ということになるんですね。はい、それから次には篠ノ井グルリン号の路線延長等について、これはさっきお話しいただきましたですね、はい、それということで、それではその実際、我々が要望しております長野港北真っ白間の LRT の早期実現、そしてまた現在八代線ですね、八代松代須坂間の BRT バスですね、これの早期実現ということで、まあ、具体的にこの説明をお願いしたいと思うんですけど、はい、先ほど松代地区振興計画書をお見せしましたんですが、我々八代線廃止を踏まえて、松代のこれからの将来の公共交通の松代としての一番の重要な柱は、長野松代間には、新交通システムの LRT を、そして、八代松代須坂の、電鉄廃止の跡地は、バス専用の LRT を、BRT を走らせようということで、これはなかなかすぐってわけにいきませんけども、長野市に要望しなきゃいけません。それには松代だけでできる問題ではなく、現在特に LRT などについては全国的には20カ所以上 もう取り組みを開始しております。富山も LRT をもう開通しておりますし、そうですね、宇都宮は平成28年度から平成32年度までLRT を走らせるということで、もう事業着工しております。あ、着工してるんですね。そんなことで長野市も乗り遅れないように、ところが長野市についてはなかなか LRT については腰が重いということで、それには松代も含めて災害南の皆さん方と一緒になって頑張っていきたいと思ってます。はい、まあ、そんなことで、その LRT、BRT についてのお話をいただいたんですけれども、最後にですね、はい、やはり松代地区だけではね、はい、導入にならない問題があります、はい、そんなことで、先日の新聞にですね、ちょっと掲載された面についてなんですけれども、長野市南部と北部を結ぶ交通対策ということでですね、幸福の自治協の皆さん方が、幸福のほかに、まあ、この長野市南部ですね、うん、篠根松代川中島若穂と連携した規制同盟会の設立を検討中という記事を見たんですが、これについて詳しくお話をいただければと思うんですが、はい、まだ突っ込んだ詳しい話はできませんけども、はい、マスコミで、幸福住民自治協議会ではその丹波島や長野大橋の交通渋滞はもう、うんうん、どうしても解決できないということで、長野は全体的に災害にかかっている橋が少ないんですけども、ぜひこの、まあ、具体的に言いますと、日赤の通りから災害南部に通じる新しい橋、丹波島と長野大橋の間に新橋を作ろうと、こういう計画がこれ前からあるわけです。 そうですね、それが広北十字民自治協議会の方が提案されまして、実は松代地区の住民自治協議会の西村会長も力を入れておりますので、実は2月24日に西村松代地区住民自治協議会の会長の提案で、西側南部だから松代、篠ノ井、川中島、広北、若穂の住民自治協議会の会長さんたちが集まるんで、そこへ私も参加させてもらって、その先ほどの広北の皆さん方の話のように、まずその今の日赤の通りのところに新しい橋を作るためには、広北住民協議会だけではダメなんで、災害南の皆さん方が一緒になって岸田山会を作ってやっていこうじゃないかっていう提案なんで、これは西村会長の方からの方の取り組みをしなきゃいけないんですけども、その中で一緒になってやっていこうのではないかと私は思っておりまして、西村会長にもお願いしたいなと思っているところであります。あ、そうですか。まあ、将来的にね、ぜひそういう形で、まあ、工業的に、ね、話を進めていかないと
まあ、うまくいかないという面が多々あると思うんですけども、本当に今日まだまだほんの一部のお話で、まだお聞きしたい点がたくさんあるんですけども、時間が参ってしまいましたもんで、一応まあ今回は中間報告といったような形で、ね、はいはい、お話をいただいたわけですが、本当に今日はありがとうございました。また呼んでいただければ参加したいと思います、はい、ぜひ一つよろしくお願いします。まあ、3段4段と、はい、分かりました、こんな形で、はい、やっていきたいと思います。ぜひ松代地区住民、はい、松代の皆さんにもこの問題について関心を持っていただきたいと思っております。地区の皆様方ご理解が、ね、一番、はい、大事なことですから、よろしくお願いします。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。はいはい、はい、ご苦労様、いい、大丈夫、大丈夫、やってようと思ったら、はい、いや、なっちゃった、やだやだ、はい、皆さんね、はい、本当に進行を通じてもね、うん、会合、私もね、たまに出席させていただいてるんですけども、うん、いや皆さんね、本当に張り切ってね、うん、議論させていただいて、うん、それでいろいろ考えてらっしゃいますね。そうですね、うん、で、ぜひね、うん、近いうちにこの今、内山さんおっしゃるようにね、はい、ぜひね、進行通じてもね、欲しいですね。欲しくない。いいね。いいですよ。今、はい、まあ頑張りましょうね。はい。はい。はい。じゃあということで、はい。はい、夢空間ではでね、街歩きガイド募集しております。はい。これね、毎回ね、街の中ね、夢空間が毎月1回いろんなイベントをやってますので、ね、街歩きで、こういったところへね参加していただいたりという形でね、募集をかけておりますので、締め切りがですね、これがですね2月15日でございます。ちょっとボケちゃった、はい、続いてね、はい、松代での名物っていうのはね、安蔵小屋やってますね。うん、安蔵小屋を広める会とかね、うん、そうじゃなくてもこういう余談な4件今ね、1,2,3,4 件、ね、ここでもってね、安蔵小屋をね、お弁当出したりなんかしてますね。でこういったところもね、食べ歩いていただければいいかなという形ですね。本当にほんのりね、パクと酸味が美味しい、うん、そうそうそう、いや私大好き、うん、これからね、まあ、だんだん暖かくなってくると今度は安蔵 ね、うん、ね、梅安蔵っていうのが出てくるので ね、はい、これもまたちょっといいかなというふうに思います。ということで来週の予定は、はい、来週はね、今回は金沢さんって方ですけどね、金沢大博覧会2016実行委員会の事務局をやってらっしゃる方なんですけどね、長野市の本局からですね、松代支所へ、ね、常駐されて、この大博覧会の温度を取っていただいたという形で、それも出ていただきましたね。そうだね、はい、今回この一応これでもって一通り終わったという形でね、あ、まあ、総括みたいなことをねちょっとお話伺えればいいかなというふうに思います、ね、はい、来週そんなお話を聞きたいと思います。私ね、やらさせていただきますね。はい、ね、そんな形で大変ですね。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ来週は、来週のしゃべりましょう。どうぞお楽しみに。はい、お願いします。